ターマリーの声と妄想の世界。スターマリーの声と妄想の世界。この番組ではファンタジーユニットスターマリーが毎回声優のゲストをお迎えしてトークや朗読をお届けします。こんにちは、パーソナリティの木下のぞみです。スターマリーはファンタジーな物語を歌とダンスで表現するユニットです。そして今回一緒に妄想していただく声優ゲストさんは堀江一馬さんです。こんにちは。こんにちは錦鯉さん。妄想できました。ああよかったよかったすいません、もう打ち合わせないことを急にやってしまいまして。妄想できました。できました。大好きです。いやいいですよね。なんかもう中年の星って言われててねいやすごい緊張がほぐれました。ありがとうございます。すいません、ちょっとこんなんだか台本に、ね、わーってすごい伸ばしてね。はい、確かにびっくりマークも2つあるから、こんにちはびっくりびっくりってなってますもんね。そうそうそう、この台本。そういうことかなってね今。嬉しい、ちょっと、はい、ありがとうございます。初めてやりましたけども、改めまして、はい、声優の堀江一馬です。どうぞよろしくお願いします。本当に、はい、ほぼ初対面なんですよ。そうですね、もう、はい、本当打ち合わせもなくだからここのブース内に入って緊張してましたからね。ですよね。もう未だにちょっと、まあ、さっきの錦鯉さんで本当に錦鯉さんに救われましたね。いや笑いなんですけど、はい、12月の悟られ、はい、で私一回拝見していて、はい、あれ見に来てくださったんですね。そうです、クリスマスの。ありがとうございます。見て、はい、わーなんて素敵な方だろうと思ったので。もう一人ね、うんうん、平均年齢をあの引き上げてましたけどねはい、いやでもすごい素敵でした。あ、本当ですか。よかったです。まあ、確かにね、若い人たちじゃ出せない味を出せたのかなと思いますけど、うん、素敵かどうかね。素敵でした。あ、本当ですか。はい、私、はい、おじさん大好きです。いいですね。おじさんとか言っちゃってごめんなさい。いやいやいや、もう錦鯉のね、皆さんも、はい、世の中のおじさんみんな喜びますよ、はい、ちょっとね、今日お会いできるのとっても楽しみにしてたんですけど。 ありがとうございます。もうおじさんどころかおじいさん役やってましたけどね。え、あ、そっか、おじいさん役やってない時の回でしたっけ。いろいろね、あの日にちによって変わるので。パパの役やってらっしゃいました。パパの役やったり、うん、ちょっと優秀なあのお医者さんの先生の役やったりとか。わ、私パパの会に行きました。あ、パパの会、はい、あ、じゃあおじいさんやってないですね。わ、見たかったです。そうなんですよ、最後ちょっと寂しい結末をね、あの迎えるおじいさんの役もやってたりとかして。あ、すごい。そう、まだおじさんでいたいんですけど、おじいさんの予習もできました。はい、おじいさんの予習がもうね、できたんですけど。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あの、なんてお呼びしたらいいですか。はい、いやもう錦鯉さんでも堀江さんでも一馬さんでももうね、あの自由に好きに。なんかこう調べてもらったん、調べさせてもらったんですけど、はいはい、愛称、はい、ティーチャーって書いてあったのを見て、 あれはですね、うん、あのちゃんと由来がありまして、はい、あの昔ね、若かりし頃、うん、G アディクトっていう、はい、あのユニット活動してた時があったんですよ。あ、でその時も僕は一番年長で、はい、まあ、梶裕貴くんが一番下で、はい、寺島くんが続きで、うん、続いてで阿部敦くんが俺のさらに下なんだけど、まあ、とにかく僕が上で、はい、ちょっとなんかみんなとこうね、なかなかあのほら、うんうん、年齢差って最初やっぱ気にしちゃうじゃないですか。そうですね。たらもうなんかそのこういう同じく G アディクトの中でやってるラジオで、はい、あの一馬さんになんか堀江さん一馬さんになっちゃうから、うんうん、あだ名をつけようって言って、はい、なんか堀江さん、なんか堀江さんとなんかこう特徴っていうかあだ名つけなんか、はい、あ、なんかないの個性的なことっていうから、うん、え、あ、俺教職免許持ってる。そうですよね、うん、びっくりしました。そう、え、じゃあ先生って言ったらもっとなんかこう溝がみたいな感じになって先生はダメだ、じゃあティーチャーにしよう。ティーチャーっていうとなんか、ね、あの英語ではもちろん先生なんだけど、はい、ちょっとね、あの言葉の響きが変わるじゃないですか。確かに、はい、でティーチャーティーチャーって一時期言われてたんですけど。あ、そうなんですね。でもね、結局僕卒業アルバム見ても、うん、まあ、卒業アルバムとかみんなほらなんかね、集合写真であだ名でこうニックネームとかあるじゃないですか、はい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 、うん、僕それ見ても唯一堀江くんだったのね。え、逆にまあそれは個性というか、みんな大ちゃんとかね、あ、でもそうやってサッチーとかなんかそういう名前があるのに、何々くんとかって呼ばれてる方って、うん、その私の勝手なイメージですけど、はい、クラスで一番モテる人だった。あら
それでよかったのかな。イメージですけど全然ね持ってったあれはないんだけど、はあ、でもね、確かに後からだったんだけど、うんうん、同窓会の時に、はい、これお前モテてたよ結構って言われて、でもそれなんか今声優みたいなそういうことやってるから後付けじゃないのって言われたら、ただね、あのこれ実感して最近僕は認めざるを得ないんですけど、はい、僕まあね多分これ紹介した方鬼塚さんもそう思ってますけど、結構鈍感というか、うん、はい、まあ、マイペースというか鈍いから、うん、あんまり人の好意はもちろん、はい、敵意もあんまり気にならないというか気づかない、鈍感力がちょっと半端ない時があるんですよ。すごい鋭そうなのに、あのそうなんですよ、鋭いとか鋭いんですけど、はい、なんだろう、ちょっと視点というかそこ気づくのにそこは全然気づかないんだとか、そこはしっかり覚えるのにそこ忘れちゃうんだみたいなのが多くて、それは生涯通して感じてますね。あ、じゃあもう体操モテてたと思いますよ私は。いや多分そんなことはないんで、実際彼女いなかったんでね。全然、いないっすよ本当に、全くです。すごいチヤホヤされてそうって思いました。私すぐ、ま、本当に勝手な第一印象ですけどむしろですけどこの仕事やってよかったですよ。前にもどっかのラジオで話したんですけど、はい、この仕事やってバレンタインデーにチョコレートいただいたり、もう今年もですけどクリスマスプレゼントとかまだいただくんですよ。そこにもう感動というかちょっと恐縮というか、はい、学生時代なんか一切でしたね。そうなんだ。そうなんですよ。だからこの仕事やってようやくリア充気分がちょっとリア充気分が味わえたような、味わえてないようなリア充気分が。いやでもちょっとティーチャーって呼ぶのはすごくなんか恥ずかしいのでそうですよね、無理なくも何でもじゃあちょっと堀江さんで、まあ、堀江さんで結局そこに落ち着きますよね、はい、堀江さんで大丈夫ですよ、もうね。で私のことはのんちゃんって呼んでください。のんちゃん、はい、のんちゃんはもうねだいぶ年も離れてるんで呼びやすいですね。はい、のんちゃんと呼んでください。じゃあのんちゃんよろしくお願いします。はい、今日よろしくお願いします。はい、スターマリーの声と妄想の世界、最初のコーナーは妄想トーク、はい、この時間は毎回ゲストさんと妄想トークを行います。今週のテーマは選択ですということで、あの時あの場所で選択、これを選んでたらこうなってたなみたいな話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、はい、堀江さんは本当に今までいろいろな人生の選択があったと思いますが、はい、もし違う職業だったら何かこれをやってたなとかっていうのって明確にあったりしますか？そうですね、自分のルーツで言うと、うんうんうん、僕もともとの夢は野球選手だったんです。え、そうなんですね。はい、割とスポーツ好きで何でも、あの野球もテニスもバスケもサッカーもやりますし、あのウェブラジオでおっしゃってましたよね、はい、あの野球見に行ったって。野球見に行ったウェブラジオで。はい、聞きました。私いつのウェブラジオだろう阪神とヤクルト戦見に行ったっていう、はい、そんな、あ、そうなんだと思って。明治球場でした、あれって。明治神宮球場。あ、明治神宮、そう。あ、はい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 、いや行ったことあるんですけど、それだいぶ前の話を、はい、いつ何で話したのかやばい、聞いちゃいました私それ。すごいですね。いやいや、そうなんですよ。本当に僕の世代ってやっぱ野球が花形のスポーツだったので、野球選手に憧れてたっていうのはあったんですよね、はい、ただまあ何でしょう、選択ではなかったんですけど、やっぱりそんなに、まあ今ね僕の体型見てますけど、うん、そんなに背が高いわけでもないですし、まあ、何よりそんなにやっぱ運動神経もあれで、もう中学で挫折して、はい、あ、もう中学よりももっと、はい、その小学生ぐらいの時からやってらっしゃったんです。そうですね、やってたんですけど、これはもうダメだということが、なんかもう先輩たちのすごいプレーとか、はい、できるやつを見て挫折して、でまあ一生懸命勉強頑張って、あの、うん、都立でも結構有名な都立青山高校ってとこまでは行ったんですけど、はい、すごい本当に。結局なんでしょうね、野球やりたいって時までは毎日なんか色鮮やかで楽しかったんですけど、はい、高校なんか勉強頑張ってるだけで、うん、別になんか燃えるものもないですし、はい、でさっきの話もありますけど、彼女も いなく、うん、なんなんだろうこのなんかモヤモヤした、あのね、高校生の時なんてすごくいろいろな意味で欲求が、はい、あんまり言いすぎるとちょっとねあれなんで、いろいろな欲求があるのに、はい、なんかフラストレーションが溜まってて、まあ、それこそね本当この選択の話になっちゃうんですけど、はい、これは本当にちょっと重いんですけどリアルな話なんですけど、うんうん、高3の時にクラスメートの子が、うん、あの事故で亡くなってしまったんですよ、うん、はい、しかも高3の冬に、うん、で僕のクラスの子で、もう本当ね生徒会なんかにもあの、うん、なんだろうな、ヒロイン
アニメでとか漫画でとかヒロインじゃないですけど、うん、本当に素敵な子で、はい、でそれがなんかめちゃくちゃショックで、ショックですよね。そうなんですよ。私もすごく経験があるのでよくわかります。え、そうなんですか、はい、いやだからあれが本当僕の中の大きなターニングポイントになって、うん、まあ、今でも同窓会で話すと、え、堀江それがあのきっかけで声優さんになったのっていうのがあって、まあとにかくそこから声優さんに行き着くあれはなかったんですけど、とにかくね僕の中で、え、こんな17、8で人生が終わるってことがあるんだってなった瞬間に、はい、情けないんですけど、まず恐怖に陥っちゃって、はい、で、いやもうこんな夢も何もない、彼女もいない、こんな状態で、うん、あの自分は死ぬなんて絶対嫌だ怖いって、なんかまあパニックですよね、私も今思えば、はい、でその後やっぱりその年頃というか、あのそれを言うとね、その子のこと好きだったのかとか、うん、彼女だったのかって言われて違うんですけど、はい、やっぱなんか、うん、そんなうじうじ考えてる自分がなんかもっとなんか惨めに思えてきて、うん、まあ、まあみんなね多分その同じクラスの人間は同じふうに思ったと思うんですけど、うん、まあ、その子の分まで一生懸命生き抜くというか、そういうやっぱ精神状態になってきて、はい、まあね生きてるんだから努力してなんかやんなきゃと思ったんですけど、やっぱ何か目的が欲しくって、うんうん、でといってもね、あの野球の後そんなに考えてなかったから、はい、そこでなんかひねり出すのにね、やりたくないことから書きましたもん、うん、やりたいことがすぐ出なくて、そうそうそう、もうその紙は捨てちゃったけどノートとかに書いて、なんか今すごいいろいろやられてるから、はい、やりたいことが本当に山ほどあるのかと思ってました。あ、全然です。だから困っちゃって、でももう1分1秒無駄にしたくないっていうのがあって、まあ政治家とか、はい、当時ちょっと汚職が事件が多かったから政治家やだなとか、うん、公務員さんとか、あのなんか毎日あの安定はしてるけど自分は朝早く起きるの苦手だから無理かなとか、うん、なんかいろいろこう書いてて、はい、でも結局子供が好きだったり、うんうんうん、まあ、あとアニメや漫画も好きだったので、はい、なんか学校の先生か、うん、声優の仕事とかってのはいいんじゃないのかなって思って、へー、うん、で迷いに迷ったんですけど、学校の先生ってね小中高行ってるから、はい、イメージできたけど、うんうん、声優さんってなんか当時もなんかまだ謎見えてたんで、そうですよね、よしここは全く経験ないけど、うん、声優さんの道に行こうって高3の冬に行ったら、まあね事情も事情で知ってたから、はい、お前ねいくらクラスメートがね、うん、亡くなったかそれはパニックになって、ね、うんうん、いや今やんなきゃダメなんだみたいになっちゃって、へ、まあ親も学校もめちゃくちゃ反対されました。そうですよね、うん、そう、あの時の僕はそれが真実で本当だったんだけど、周りから見たらそれはちょっとね、うん、パニックなのかなって思われても仕方ない。でも今話聞いてすごい、うん、すごい選択ですね。でもそういう選択の仕方もあるんだって思いました。そうですね、だから多分彼女のことがなかったら、うんうん、まあ、あの当時ねなんか今はあるか分かんないんですけど、はい、声優なるとかアニメ好きとかっていうと、うん、わオタだ堀江オタだみたいな、なんかオタクの烙印っていうかレッテルを、今よりはそうですよねきっと、うん、まあ、今でもねひょっとしたら違うのかもしれないけど、うんうん、昔はとにかくすごかったから、はい、うん、勇気は出せなかったと思うけど、でもなんかあの時にね、そうだから結局でもねアニメが好きもあるんですけど、僕、はい、子供が好きだったり、うんうん、教えることが好きっていうのもあるので、はい、だから結局その後僕、まあ、プロデビューもするんですけど、うん、大学もやっぱりちゃんと行って、うん、教職の免許も取りたいって思って、はい、それでまあ取ったから、まあ、後にね梶君にティーチャーっていうね、はい、すごいいる至るんですけどね、うん、すごい、もうびっくりするようなお話がたくさん聞けてとても嬉しかったです。ありがとうございます。でもないです。でもなんか思ったのは、ね、今までなんとなくでしたけど、うん、そのタイミングで自分で人生というか、はい、選択できるし、それを続ければ叶うこともあるんだなっていう、うん、まあ、叶わないことの方が多いですけどね。いやいやいや、すごい、うん、もっと私も頑張ろうと思いました。いやいやいや、まだ、だって逆に俺岸田さんのことわからないんでね。あ、のんちゃんだね、のんちゃん、のんちゃんです。いや、岸田さんって言うからね、堀江さんって言われる。のんちゃん、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、ということで妄想トークのコーナーでした。スターマリーの声と妄想の世界、続いてのコーナーは即興朗読劇。この時間は素敵な声の持ち主であるゲストさんにスターマリーの作品を朗読していただこうというなんとも贅沢な企画でございます。今回お届けするのは屋上から見える銀河君も見た景色という作品です。この作品は
大事な人が死んでしまって、その真相を探る主人公の葛藤を描いた物語です。ということで、はい、すごい先ほどの話に通ずるものがなんとなくあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、こういうところは天然ですね。あんまり考えないでね、うん、話したら終わり。そうですね、でもこの曲、はい、スターマリー楽曲人気投票っていうのを毎年してるんですけど、はい、その中で毎年1位の曲なんですよ。そうなんですね。だからスターマリーの曲の中で一番人気の曲ということで、この、ね、曲を堀江さんの声で聴けてとても嬉しいです。 ありがとうございますということでよろしくお願いします。はい。屋上から見える銀河、君も見た景色、どんな歌を彼らは紡いだというのか。天使に見えて実はひどい人食いだ。あれがさよならなど僕は信じないけれど、寂しそうな君の顔を忘れない。どうしてあの夜飛び降りたの。大人も先生も教えてくれない。フライアウェイ、追いかけて追いかけて君のこと探して遠くまで来たけど、すでにそこはいなくて、僕は僕で確かめる。あの事件の真相、握りしめた拳、真っ赤に染まってくまだ消えない痛み。どんな人もいつか星になるというなら、本当にそれは綺麗なのかな。もしも分かんなくって誰かを傷つけたとしても、生きていられれば奇跡だという。それより待ち合わせ場所を決めよう。星と星になればすぐだよね。 Stay away。 君が立った屋上に僕も行ってみたんだ。人食いに侵食されるのとどっちが怖いか。屋上から見える銀河、君も見た景色、握りしめた拳、真っ赤に染まってくまだ消えない痛み。ねえ、僕のこと待っててくれるかな。すぐに行くからね。追いかけて追いかけて君のこと探して遠くまで来たけど、すでにそこはいなくて。屋上から見える銀河、君も見た景色、握りしめた拳、真っ赤に染まってくまだ消えない痛み。ありがとうございます。はい、すごく頭の中でいろいろ映像が本当ですか、浮かんできました。いえ、ちょっとね、あの即興も即興のところにあんまり歌を、いや、歌をこう、はい、朗読するっていうことはあんまりしないんだけどね。あ、やっぱりそうですよね。そうですね本当にありがとうございます。いえいえ、歌詞ってなかなか朗読しないもんだったんで、うん、新鮮というか、歌詞はやっぱ歌っちゃいますからね。いや、すごい、なんかいろいろ考えちゃいましたいや、ね、だってもうめちゃめちゃいい、スターマリーとしてね、岸田さんこれ歌い込んでるから、はい、ね、ありがとうございます。いや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 、すごく素敵でした。はい、あのスターマリーファンの皆さんにも何かね、はい、何か良ければいいんですけど。いやいや、もうみんな大喜びだと思います本当に。いや、ありがとうございました。はい、ということで以上、即興朗読劇のコーナーでした。声と妄想の世界、この時間は堀江さんともう少しお話をしていこうと思います。ということで、はい、私ちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、堀江さんの朗読劇をよくやられてると思うんですけど、はい、和楽器と朗読を掛け合わせた声劇和楽団、そうなんですよ、というのをやっているのを見て、はい、なぜ
朗読と和楽器を、はい、掛け合わせようと思ったのかなって。いやあれもですね、はい、もう今日のテーマのもう選択の連続の中のやっぱ選択になるんですけど、うん、はい、まあちょっとねうまいことこうまあちょっと関係まで話すと、はい、ちょうどさっきねあの僕はティーチャーってあだ名をつけられた、うん、あの G アディクトっていう、はい、あのランティスさんでした活動があったんですけど、はい、まあ、ちょっとねあれがあのちょうどねあの大震災の時あの東北の、震災があった時にもちょっといろいろあって、はい、まあ割とねあの時ちょっとエンタメ系がやりづらくなったっていう事情も多分背景もあったと思うんですけど、うん、割とちょっと途中でこうなんでしょうあのユニットとして解散してるわけではないんですけど、はい、まあちょっとその収束してしまって。あ、そうなんですね。そうなんですよ。まあちょっといろいろな難しいこともあって、うん、とてもファンの方にも惜しまれましたし、うん、まあ僕もね別に本当スターマリーさんみたいにあの、うん、アーティストとか歌でやってきた人間ではなかったんですけど、はい、まあ、僕なりにね G アディクトは楽しかったですし、うん、まあ、一生懸命やってきたっていうところでまた高校生でもないんですけど、はい、もやもやしてしまってもうちょっと俺はやりたかったしもやもや期、うん、あれって1回しかライブやってないし何のためにあそこまで練習してとか、うん、うん、すごい、まあ、震災があったこともあってライブが延期になったりとか、はい、とうとうねバンド時って今のコロナ禍じゃないんですけど、はい、情勢が大きくまた一つ変換した時タイミングだったので、でやっぱりその僕もやもやするとすぐ行動に起こしちゃうタイプではないんですけど、はい、ちょうどその戦役ワーク団っていうのが和楽器奏者の田中直一さん、はい、まあ、彼は琴と三味線の奏者なんですけど、うんうん、はい、まあ、彼のライブをあの見に行く機会があって、まあ、古くから の, あの知り合いっていうか友人ではあったんですけど、はい、なかなかちょっとお互いに、まあ、声優とね和楽器奏者で、うん、なかなか見に行くってこともなかったんですけど、そうですね、うん、ちょうどもやついてたいいタイミングでね、うんうんうん、あの見に来ないかって言われて、はい、初めて和楽器の演奏を見に行ったら、はい、すごいなんか、まあ、ちょうどもやもやしてて飢えてた頃だったのか、はい、その音色が鳴り響いて、うん、あなんか彼らとなんか一緒に歌とかではなくなんかドラマ、うんうんうん、で僕昔子供の頃に、まあ、漫画アニメ好きだったんですけど、はい、日本昔話っていうね、はい、なんでしょう子供向けのアニメーションがあって、うん、あれすごく好きだったんですよ。サルカニ合戦とか、ね、あそうなんですよ。ついこの間やった作品がサルカニ合戦に下切りすずめに鶴の恩返しで、うん、田中さんがだからその彼の講演が終わった後、うん、すぐご挨拶に行って、はい、田中さんのもしよろしければ、うん、僕は若手で、うん、いい声優仲間を集めるから、うん、その昔の漫画日本昔話じゃないけど、うん、田中さんたちに弾いてもらって、はい、僕らが朗読でつないでみたいなそういうのってやってみないってその場で言っちゃったんですよ、はい、ただ田中さんもちょうど飢えてたのか、うんうん、やりましょうっつって、わーすごい、すぐね普通じゃ多分僕なんかで絶対抑えられなかった清井ホールっていう、はい、四ツ谷にある、まあ、有数のホールを抑えてくださって、うんうんうん、その覚悟を見せられちゃったんでもう僕の後には弾けないぞっていう形でね、はい、そこからがスタートです。すごい、そうなんですよ。ちょうど去年で10年あ今年で10年か、はい、10年目のぐらいの活動になるんですけど、うーん、勢いって大事ですね。そうなんですよ。だから震災のすぐ次の年か、はい、2012年に始めて、うん、今2022年なんで今年でちょうど10年ですね。だから G アディクトの熱が、はい、実は聖域ワーク団に映ってるっていうのはまあそんな風にはあんまり言ってこなかったんですけど、はい、でも古くから僕を応援してくれてるファンは、うん、堀江さんはきっとあの熱はこっち行ったんだなって思ってる人はいるかもしれないですけど、いやそれはファンの方、はい、皆さんめっちゃ嬉しいんじゃないですかね。そうですね、うん、でも10年続けてあの活動があったから、はい、たくさん の, 声優仲間にも出てもらって、まあ、先輩から後輩から僕のも本当尊敬する井上和彦さん、はい、声優さんにも、うん、もう本当お願いしますってね、僕レベルの作るものにね、はい、先輩が出てくれるなんてなかなかないんですけど、はい、いいよって出てもらえたりとか、そうですね、日本の文化とか和楽器って素晴らしいです、うん、堀江さんの声見て、うん、和楽器とか日本が好きになりましたとか、はい、そういう感想もいただけるようになって、うん、そうですね、まあ、なかなか公演作るっていうのは大変でしたし、特にね去年のその長寿期間っていうのはコロナ禍で、はい、まあ、それこそあれですよ、共通の知り合いの大部恭平くんにもね、はい、去年サルカニ合戦のサリ役で力を貸していただいたんですけど、はい、すごくねやっぱり大変だったんですけど、でもやっぱり、うん、まあ、形は変わるかもしれないけど、うん、こうライブとか、はい、人と人が集う場所っていうのは、まあ、消えてなくなることはないんだろうなと思いますし、やっぱ
幸せな時間だったなと思うので、はい、なんとかねこのコロナのダメージをキャンセルして、ね、そうですね、今日すごい体制で撮ってますからねこのラジオもね。そうなんですよ、もう万全の対策ですごいですね、こう防御の上の防御でね、はい、もう本当にマスクして顔の下半身が見えない、そうですね、顔の下半身ってよく、ね、よく最近言いますよね、見えない状況でやらせてもらってますけども、ね、はい、いやすごい今日本当にたくさん貴重なお話が聞けてとっても嬉しかったです。いやいや、なんかありがとうございます、マシンガンで話しちゃって、いえいえ、もうなんか普段全然聞けないような話が多分ファンの方も聞けたんじゃないかなと思って、とっても嬉しいと思います。いや、こちらこそありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということであっという間にエンディングです、はいもうエンディングです、はい、堀江さんいかがでしたか今日は。いや、もうあの、うん、全然岸田さんがね、はい、スターマリーのね、うんうん、メンバーで、うん、まああの綺麗な方ぐらいな情報しかない。いや、すいません。次回はね、岸田さんの話をね、あ、いいですいいですいいです。いやいや、もう私本当に、ね、もうあのおしゃべりなんで、もうそれはおしゃべりでしょうね、ラジオね、ラジオ担当みたいですからね。すいません本当。はい、いや、とてもあの楽しくね、久しぶりにラジオもね、なかなか最近。やりづらくてね。そうですね、リモートとかになっちゃいますもんね。そう、リモートは結構ねやったりするんですけど、はい、こんな素敵なスタジオ呼んでいただいちゃって、いやいやいや、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。男性のゲストが本当に初めてだったのですごい緊張しました、私も。あ、そうだったんですね。さっき打ち合わせでね、男性が初めてってね、男性が初めてってどういう音質も音質育ちだなと思ったの。男性ゲストが初めてですね。男性ゲストさんが初めてだった。ね、あ、本当に面白い。いや、ありがとうございました。ます、余計なこと言ったな、最後。いえいえ、カットでも大丈夫ですよね。大丈夫、そのまま使います。そのまま使うんですね、はい、ありがとうございます。次回も堀江一馬さんをお迎えしてお届けします。スターマリーの声と妄想の世界、このあたりでお別れです。パーソナリティの岸田のぞみとゲスト出演していただいた堀江一馬でした。せーの、せーの、せーの、さようなら。